シーの公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。シーの代表の篠崎です。今日は動画の編集をしながらいつもの事務所にいます。そして今私がやっていること、じゃん、効率よく心をつかむカウンセリングセミナーというのをさせていただきました。これからもさせていただきます。先日も結構遠いところのねサロンからお呼ばれして、こちらのセミナーをさせていただきました。このセミナー、どういうセミナーかと申しますと、この内容を実践すれば必ずお客様とのコミュニケーションが取りやすくなる、早く希望のスタイルに行くことができる。そうすると心に余裕ができて、結果として指名数が増える、売上が上がるということになります。なぜ僕がここまで自信を持って言えるかというとですね、僕はですね、これのプロなんですよ。なぜか、普通ね、1個のお店でこうビューッとこう成績が伸びていって、まあそこでずっとやったり、近くの店に移ったりして、まあそのお指名のお客様引き継いだりとかして、ずっとそこに行く方がほとんどなんですけれども、私の場合にはわーっと指名が増えて、まあいろいろあってこうやめて、またゼロに近いところからめめめめっと増えて、またいろんなことがあってやめてっていうのを繰り返してるんです。その時に指名がついた時とつかない時があるんです。じゃあその違いは何なのかということを考えた時に、これが生まれたわけですね。でこれを中心にシーンではスタッフ教育をしてるんですけども、やはりかなり結果が出ていると思います。ですので僕はプロですということをはっきり言えるわけです。ぜひ興味ある方は篠崎呼んでください。全国どこでも行きます。そして先日セミナーをさせていただいた北海道のサロンの方にちょっとだけですね伝え忘れたことがあるんです。それは何かと言いますと、とても大事なことなんです。心をつかむカウンセリング術っていうことをやっている以上ですね、成績が上がらなきゃいけないです。成績が上がるってことは2つ要素があるんですね。これは何かっていうと、まあ、ご指名数を増やすっていうことになるんですけど、新規で来られた方をしっかりつかむ、それから現在ご指名受けている方を逃がさない、2つあるんです。ですが最も大事なのはどっちだと思いますって言われると、ほとんどの方は今いるお客様を大切にするっていうことだと思うんですけども、もちろんその通りなんです。需要と供給ではないんですけども、いくら新規で入ってきても、お店の努力や自分の努力で新規を獲得したとしても、その方が徐々に徐々に抜けていってしまっては指名数は増えないんです。ってことは、既存のお客様にどれだけ満足してもらって飽きさせないかということがとても大切になるんです。飽きさせないためのワードがこの中にいくつか詰まっています。それを、その言葉を、魔法の言葉を発するのはあなたです。発していただければ必ずプラスにいきます。大切なのは今いる自分の担当しているお客様を大切に飽きさせないことです。そのためにはここに書いてあったり、セミナーの時にお伝えした魔法の言葉を必ずつぶやくこと、それからずっと同じことをやっていては絶対に飽きられます。やはりですね、年に1回っていうと大体3回か4回ぐらいだと思うんですね。その時にパターンを変えてみたりとか、あ、いつもと違うぞと聞いてることがみたいな、こう新鮮な感じをですね与えることがとても大切なんですね。でもう一つ、新規の方を
獲得した場合、獲得するパーセント、新規再来率っていうのは、まあもちろん高い方がいいです。高い方がいいですけども、新規再来率よりももっと大切なことがありまして、3回来店率と言われているものです。シードのデータでも新規来店率、再来率ですね。それと3回来店率だと 10% はどうしても下がるんですね。ですので、3回目が勝負です。1回目、2回目、3回目、変えてください。魔法の言葉を発してください。そうすれば必ず結果が出ます。この前セミナーさせていただいた、ちょっと名前は伏せますけれども、北海道のサロンの皆様、心から応援してますので、ぜひ相談があれば、質問があれば、こちらの動画のコメント欄にぜひよろしくお願いいたします。メールアドレスでも受け付けます。概要欄にメールアドレスがあるので、ぜひ質問してください。もちろんインスタとかフェイスブックとか、その辺に友達登録をいただいて、そこから質問していただくのも OK です。それでは今日はこの辺で、さようなら。